今日は2023年の1月1日です。動画のタイトルでもすでにお分かりだとは思うのですが、前月比で資産が6200万円も減ってしまいました。2012年に資産運用を始めて10年になるのですが、1ヶ月でこんなにお金が溶けたのは初めてです。悲しいです。6200万円あればいい中古マンションが買えたのにと思うと後悔してもしきれません。2022年の円安局面で FX 取引にうつつを抜かし、5万円儲かった、10万円儲かった、円安の波にうまく乗っている俺ってできる男と喜んでいた自分は何だったのでしょうか。6200万円が吹っ飛んでしまった今となっては笑えない笑い話です。そもそも全世界株を軸にポートフォリオを組んではいますが、僕のポートフォリオは全世界株式以外も全て株式。常識的に考えるとリスクを取りすぎです。年齢も40代、しかもすでにファイアーしているのですから、一定程度ポートフォリオに債券を組み入れるべきだったのです。後悔先に立たず、この一言につきます。この動画をご覧のあなたはこのような失敗をしないように参考にしていただければ嬉しいです。気を取り直して、ここから1月1日時点のポートフォリオとその金額の推移について紹介します。ポートフォリオの時価評価額は6億8131万554円でした。次に内訳を見ていきます。 VT が約 51.7% で最も多く、次に KXI が 12.8%、 999が 11.2% と続きます。12月に購入した株式です。12月15日にNISA枠でマイクロソフトを購入しました。2022年は株式相場が軟調だったので、いつNISA枠を使おうかと思っているうちに師走になってしまい、駆け込みで購入しました。実は2021年のNISA枠でナイキを買っているのですが、この時に銘柄を調べに調べてナイキを買ったんですよね。その結果がこの低たらくなので、今回のマイクロソフトはあまり考えずに購入しました。年末ジャンボ感覚です。次に12月に受け取った配当金分配金です。12月は1年で一番配当金分配金が入ってくる月です。12月19日にマクドナルドから配当金を受け取りました。 364.8ドルです。同じく12月19日にコカ・コーラから配当金を受け取りました。 469.04ドルです。12月21日に KXI から配当金を受け取りました。 5736.7ドルです。 KXI はアイシェアーズが出しているグローバル生活必需品 ETF です。12月22日に VHT から分配金を受け取りました。 472.17ドルです。 VHT はバンガードが出している米国ヘルスケアセクター ETF です。同じく12月22日に VDC から分配金を受け取りました。 683.41ドルです。 VDC はバンガードが出している米国生活必需品セクター ETF です。12月27日に VT から分配金を受け取りました。 17,251.67ドルです。 VT はバンガードが出している全世界株式 ETF です。同じく27日に楽天証券で保有している VT の分配金も受け取りました。 127.62ドルです。12月30日にナイキの配当金を受け取りました。21.76ドルです。同じく30日に VB の分配金を受け取りました。 2073.91ドルです。 VB はバンガードが出している米国小型株 ETF です。12月は合計 27,201.08ドルを受け取りました。ちなみにこれは税引き前の金額なので、税引き後はここからおおむね 30% ほど差し引いた額になります。まとめます。配当金分配金はたくさん入ってきた12月ではあったのですが、ドル円レートは円安に振れたこと、世界的にも株式が軟調だったこともあり、ポートフォリオ全体で見ると円建てで前月比マイナス6200万飛んで313円となりました。このマイナス額は資産運用を10年続けてきて最大額です。
ちなみにパーセンテージで表すと前月比マイナス 9.1% となります。これも過去10年で表すとワースト3位の数字となります。正直今回集計するまでこんなに減っていると思っていなかったので、動画を作っている最中に事の重大さに気づいて血の気が引いているといった状況です。ちなみに2022年の1月1日1年前ですねの運用額は6億7200万19133円だったので、2022年は1年運用して約 8% ほど資産が減った計算になります。正確な計算はまた改めてやろうと思うのですが、このマイナス 8% も過去10年資産運用をしてきて年単位で最大の下落だと思います。こんな感じで今年の1本目の動画を終わろうと思います。人の不幸は蜜の味という言葉もあります。損している人を見て顔がほころんでしまうことってありますよね。その気持ちよくわかります。どうぞ笑ってください。この動画が新春初払いになったぞという方はいいね評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後までご覧いただいてありがとうございました。